り変わっていく時間とともに変化する天候。陽の生まれ育った町横須賀、妥協することなく作り込まれた町。そこには現実の世界と同じく感情を持った人々が暮らしています。もちろん店の中にも入ることができます。店の人々との触れ合いもまたこの町で生きていくためには大切なことなのです。すべての会話は感情の込められた音声によって行われます。よう、りょうちゃん、いらっしゃい。いつものでいいかい？黒服の男を見なかったかな。さあ、私ちょっと出かけていたから。徹底的に追求されたリアリティ、現れたものはもはやゲームを超えた世界そのものなのかもしれません。興味を引く品々の並び、骨董屋、旅行者、寮はどこへ行こうとしているのでしょうか。黒い服の男を見ませんでしたか。さあ、うちには来ませんでしたが。そして少々違和感ありげなバー。全てが息づき、感動のドラマが生まれるのを待っています。明美さん。あら、珍しいじゃない。この辺りで中国の人を探してるんですが。中国人？そうね。横須賀に暮らす数多くの人々、何気ない仕草、表情、笑ったり泣いたり、人は働き、食べ、眠ります。彼らも確かに自分の人生を生きているのです。そしてあなたとの出会いを待っているのです。それではこの町の住人の一人、タバコ屋の春さんの一日を追いかけてみましょう。あなたが春さんと会わない日でも、春さんには春さんの生活があるのです。朝の散歩でしょうか。今日はどの辺を歩くのですか。店に戻ったようです。お客さんたちがやってきました。あ、またお客さんですね。でも春さん居眠りしてます。あら、そろそろ夕飯の買い物ですか。今晩のメニューは何なんでしょうね。そして今日も日が暮れ、店じまいです。春さん、おやすみなさい。また明日。
シェンムーに用意されているのは町や人々だけではありません。いろんな乗り物が用意されています。ここではその一つ、自転車を紹介してみましょう。リアリティの追求、それは自転車も例外ではありません。スピードを出すときは立ち漕ぎになります。もちろん下り坂では漕がなくても進みます。なんだかすごく気持ちよさそうですね。あんたがテリーか？なんだよお前。俺は葉月亮。葉月？シェンムーの世界ではあちこちでさまざまな出来事があなたを待っています。突然逃げ出す怪しい男、捕まえることができるかどうかあなた次第です。 QTE の成功失敗が物語の行方に影響を与えていきます。さあ、リオは男を捕まえることができるのでしょうか。そしてあなたの物語はどうなっていくのでしょうか。しつけんだよてめえ。もう逃げられないぞテリー。くそ。ゲームセンターの中、いろいろなゲーム機が置かれています。これはエキサイト QTE、 1回100円。 QTE をゲームとしてトレーニングすることができます。遊んでいくか。こんなところにもちょっとした優しさが配慮されています。これはスペースハリアーですね。他にも懐かしい昔のゲームが楽しめそうですね。やるの兄ちゃん。